ね。どうもこんにちは、今回はですね関西に向かっております。土日を利用してですねちょっとあの関西方面に遠征してみようかなということで今車を走らせてるんですけども、今日はね久しぶりにお会いする方もいらっしゃいます。岩手県までの車中泊の旅12泊13日とかかな、まあ、それぐらいで車中泊の旅っていうのをやったんですけど、その時にですね初日と最終日だったかな、初日と最終日に、2回お会いしたですねスナフキンさんという方がいらっしゃるんですが、まあ、そういった方たちとですね、まあ、今回も緩い感じでですね、楽しくキャンプができたらいいなと思っております。そうそう、あの久しぶりの、ね、再会っていうところで行くとですね、実はですね今月の、まあ、末ぐらいになるんですが、これも車中泊の旅ですね、車中泊の旅で最終的な目的地だった、岩手県大船渡市、そこの刑事アナザーワールドバー刑事っていうねバーをやってるんですけども、彼がですね本当は一昨年ぐらいにあのこちらの方に遊びに来るはずだったんですが、あのコロナで来れなくてですね、まあ、いつか行くよって話だったんですが、ちょうどですね飲食店の会合が、山口県の下関市であるっていうことで、月末にですねこっちに来ることになりました。なのでまあその時は一緒に会ってご飯でも食べようよって話をしてるんですけど、そうですね、月末にね刑事と会うっていうのもまた、ちょっとした楽しみだったりしてます。こんにちは。もう来られてますね。よし行ってみよう。どうもすっかりご無沙汰してまして。いやいや、お久しぶりです。お久しぶりです。2年ぶりですね。ね、3年ぶりじゃん。あ、3年ぶりか。もうそれぐらいになりますか。うん、うん、あれ、あずみさんたちは寝てる、爆睡中マジですか。裏側ちゃんとあの、開いてるからここ本当だ、これ見せよう。わ、すげえ。縦並びにしとかんと。ああ、そこそこ。サダさんから順番。なるほどなるほど、そういうことですね。夜勤明けとか。あ、そういうんじゃないですか。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。飲みませんか。飲みます。飲みましょう。これです。これあれっすよね。オリジナルのやつで作ってもらえるんですよね。そうそう、これです。すげえ。で、こっち側のこれも、これはまた別で作ってもらって。へー、すげえ。これ1個作るのどれぐらいでやってるんですか。わかんないですよ。当たったんで。そうですよ。ツイッターで見ました。当たったっていうの。でもいいですね。検証キャンパーなんで。いつの間にか検証キャンパー。みんな言うんですよね。もう来た、検証キャンパー。あと来た。あと出てきた。出てきました。こいつが出てきました。じゃあいただいていいですか。じゃあ。じゃあ久しぶりで。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。3年ぶりです。そうですね。私はお茶しか飲めないんですけど。ノンアルやって1本あるけど。あ、本当？ノンアル飲む？うん。もんちゃんさんこれ見ましたよね。あ、見ました。これ深型メスキン。深型の深いやつ、いろいろ入ってるっていう。うん、鉄板が良さげなんですよ。これが鉄板ですね。そうなんですよ。すごいよ、これさ。入ってるんだ。全部セットなんですよ。すごい。あ、ヘラも入ってるんだ。ヘラも入ってる。ね、これ多いな。ちょうどいい重さ。コーヒーなんですけどね、これ。例のコーヒー。ジャコーネコの豆のコーヒーなんですよ。絶対いいですね。
いやでもあのクラウドファンディングで買ったんで、これどうぞ。ありがとうございます。すげえ。で、またもらっちゃった。こっちが、はい、あの普通のドリップパック。ああ、なるほど。で、こっちは紅茶とかのティーパックのタイプなんですよ。なるほど。両方とも、まあ、ちょっとお湯かけて30秒ぐらい蒸らした後に、こっちは3分ぐらいお湯につけといて、ほうほうほう、こっちは普通にドリップしながら、これめっちゃ美味しいって言ってもらったら、あのオディキャンさん の, あのメンバーのお二人にティーパックのタイプ。ありがとうございます。じゃあサダさんと福さんにもいただきましたんで、今度渡しますよ。ありがとうございます。残ってるかみたいな俺が飲んでるかもしれないあの忘れないうちに僕ちょっとプレゼントを持ってきましたけど、ちょっと箱に入ってないのもあるから申し訳ないですけど。お、つけた。はい、1人1個メッセージ持って帰ってください。ありがとうございます。ほんますか。はい、緑か赤か。おじいちゃん緑で。あ、緑いきます。ジュニアと中華鍋、いいサイズ感でしたね。あれちょうどあったっすね。今よく使ってますね。いつも一緒が出てるんですよね。あー、ちょっとなんか見たな、さっきのどっかで見たな。だからこれが、なんだろう、800円。え、安っ。自分で別でカメラが4台。4台だ。すげえ。これ後で片付けますんで。危ねえ。あ、でもセーフ、セーフ。危ねえ。よいしょ。これだけ入れますよ。ちょっと胡椒かけましょうね。ぜひぜひ食べてください。いただきます。うまい。レタスチャーハンっていうのは初めて食べる。食べるな。レタスね。いただきます。うまいな。もちゃん中華鍋出たら、僕とチャーハン勝負するって。もちゃんが僕に言ってた。もう僕、切って。あとはもやしと焼肉のタレとかでビビンバとかも多分できますよ。ああ、いいですね。やもね、うん。あれも多分おこげやったら美味しそうなんですよね、うんうん。ほぼ飲んでください。おこげ除菌も全部できるっていう。じゃあいただきます。あの見事当選されました。出た検証キャンパー。なるほどね。飲みたらお願いします。この合わない3年ぐらいの間に何があったのか。見てるもん多かった検証っすよ。へぇ、焚き火台もそうやし、こうルーメナー、ルーメナーいいな。ルーメナーいいですよね。僕この前ゴーグランピング の, あのテント当たりました。パップテントいいっすね。テントはいいっすね。結局俺が朝5時に帰って、で、その後
あれ夏キャンプさんか、夏キャンプさんと、あ、そうなんですか。あ、そうだ、それとニャンダーさんがいたんですよ。ニャンダーさんと2人で女子キャンやってて、でそこ行って刻印押してもらってるね、あれ。あ、そうです、そうです、あそこに押してもらったやつ、そこに夏キャンプさんの、あ、そうなんですか、僕それ見ましたわ。ニャンダーさん、あー、どうもどうも、こんばんは。子供さんらは、子供は今そこに、あ、私、もうちょっとご紹介します。遊んでます。どうぞこちらに。なっちゃん。あの時の晩の方が僕と一緒に2人いる。あ、そうなんですか。あ、贅沢マグロを食べさせてもらっていいですか。お、やる。ちょっとこれを串に、テイストが箸にぶっ刺して、お、炙ってみようかな。あ、美味しいやつですね。マグロステーキってやつですかね。めっちゃうまそうじゃないですか、焼いたら。本来こうして食べるもんじゃないけど。めっちゃいい匂いしてる。これなんかちょっとうまそうじゃないですか。うん。めっちゃ油垂れてめっちゃうまそう。めっちゃいい匂いしてるね、ここ。笑けるやつ。めっちゃ悪てる。これ絶対やったほうがいいっす。うまい。これは日本酒っすね。日本酒とかな。どんな感じ？塩で。塩で。これ、わろけてくるんですよ。正解ですか、やっぱり。わかる。ラビール行ってこないじゃないの。うわ、これもう、溺れた。まあ、本来こうやって食べるもんじゃないけど。これわかんない。うまい。ちょっと、あれですね、シシャモ焼かしてほしい。あ、シシャモいいっすね。買ってこうか。朝にだから。あ、そうか、そうか。買おうと思ったら買えるのか。そうそうですね。たらことかししゃもとか、あとちょっと日干し。たらこいいっすね。最近それをつまみにすることが、もうキャンプ行って晩も誰も俺ようやく誰も俺があったあと一人やーと思ったら、ちょっとたらこ焼いて、で、あの一夜干しちょっと焼いて。ああ、いいっすね。主食じゃなくつまみばっかりずっと食べる感じですね。そう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 、いいっすね、それ。こっちに入れて、うまいでしょ。鮭焼いて。いや、うまいんですよ、それ。この若者に振る舞ってくれよ。うん。ちょっと聞いてみますか、食べるかどうか。うん。この人、タバコ吸うてへん。やめたのかな。ん？タバコ吸うてないよ。吸うてる、吸うてる。彼女さん。あ。電子タバコに一時書いたから。うん、寝てたのかな。うん。やめたのかな。すごいね。やめるかも。あんなビリビリそのおかやったら食べてくれるそうです。よかった、これは作りがいがある。やったんです。もうあと少しで完成なんですけど、ね、お楽しみだ。つながりみたいな感じなんですか。そうですね。
ツイッターとかインスタとか、あの、もともと仲いい人が大阪にいて、でその人のあのつながりというか、あの動画さ、見ててさ、あ、これこの間潰れてた椅子、奥さんの椅子映ってる？よいしょ、俺もちょっと可愛いやつ持ってきましたよ。今日見せようと思って。あ、そう。できたやつや。チャムスの、はい、自分で作ったやつ。キャンドル。これね、中にね、うん、あのちっちゃいライトが入ってるだけなんですけど。リモコンで。はい。この、あの中国製の、うん、あの、なんていうの、ダイソーのライト。なんかよくあるようなやつだから。300円だよね、これな。あの、多分それぐらいであるやつでしょうね、これ。あ、色は変わってるから、うん、いいかな。もう自動で変わるパターンも、ね、パターンもあるし、これが多分一番いいですけどね、なんだかんだ言って。冷凍冷凍ですね。まあ一万二千円。でかいな。一万なんてないやろ。いつ分やられたら僕がつまる。そう。ね、こっちからがちょうどやりやすいんかなと思って。あ、いいですね。忍者のごとくがあればよかったんですけどね。買ってきて、ね、買ってきて、買ってきて、またそうやって人を使おうとして行ってくれ、行ってくれるでしょ、デポまで。え、デポまでワンチャン間に合わないですか。あ、行けるけど。よいしょ。走り速いっすね。火力はめっちゃ強い。忍者にこういう使い方があるなんて。これは面白いっすよ。手離しても大丈夫ですね。忍者に勝つね。こちら。いや、やっぱ焚き火は火力が全然違うな。これちょうどハマってますもんね。うまいことハマってますもんね。すげえな。出来上がりです。あ、スープじゃなくて。八宝菜を。八宝菜、美味しそう。いただいていいですか。あ、うん、うん。いただいております。あ、いい。こちらこれ勝手に置く。美味しい。うん、美味しい。美味しい。車中泊は憧れるんですよね。やっぱなんか、僕からしたら関東行きたいけど、と、あ、どっかで、あの、仮眠取りたいんですけど、うん、ああいう、ちょっとハッチバックのスポーツタイプの車だと、全然寝れないんですよ。海老名あたりで寝たいよな。そうそうそう。海釣りとか行っても、そういう人多いですよ。夜明けるまで寝てるとか。うん、そうですよね。最近あの、サラさんがポップアップテント、ポップアップテントじゃないわ、カーサルタープを、あの、風でぶっ壊れたじゃないですか。で、その後に、どうしようっつって、新しいやつ何しようっつって、で、ルーフテントにしようって言い始めて、で、ルーフテントもっと風に弱いじゃねえかって話で、
なんかみんなにすげえ突っ込まれたんですよ。だから風、あ、でもどうなんだろう、普通車だったら大丈夫ですか。大丈夫、全然大丈夫。おお、軽だったらやっぱり弱いんですかね。どうやろう、風に弱いって言うけどそんなことない。あ、そうなんですか。うん、うちの知り合いがつけてるけど、あの人はプロボックスかなつけてるけど、もう高知でもうどっかめの大雨警報でゲリラ豪雨みたいになって、すっごい雨風よ、こんなになってんねんけど全然大丈夫やった。うん、上に上げるだけのテントがいいなって。あの横展開するとかなると駐車場で道の駅とかでやるとダメって言われるんですよ。もちろんそれはマナー的にね、RV パークなんかに行かないと、そうなるんで、うん、でも真上に上がるだけだったら、うん、あのリアにあのはしごついてるような SUV あるじゃないですか、うん、あれで上登ればいいんで、うん、やっぱその車で遠くに行ったりとかするとあのテントとか出すとやっぱ乾かすのも面倒くさいのがあるから、もしそういうのでルーフテントができるんだったらすげえいいですよね。うん、絶対にいいと思って、うん、私も欲しい。この場所さえ、乾かす場所さえある、うん、だから言うてみたらどっかの公園行って、うん、バカーンって広げて、うん、1時間でもバカーンって出してても乾くから、うん、違うでしょうね。例えば夏はいいけど冬は嫌。そう、冬はなんか全部荷物上げなあかんから、あーガーデン上げて、シュラフを上げて、全部上に上げなあかんから、うん、あれがめんどくさい。僕もツイッターのフォロワーさんでそのルーフテント持ってる人が冬はやっぱりテント張るって言ってましたね。あ、上は寒いんで。まあでもそう考えたらどうなんだろう、その車内の中でルーフテントじゃなくてほんま車中泊の方があったかいんかもしれないですよね。ああ、それはそうですね。ねえ、間違いないよ、うん、だって何の心配もないやん。そうですね、だから展開することもないしね。いざとなっても移動できるやん。でもルーフテント出したらいざとなっても移動できない。できないですよね。俺もね、山とか考えたけどやっぱ手入れとか考えたら絶対無理ですよね。そう、片手までできるもんじゃないから。もともと持ってたらあれですけどね、うん、手入れするノウハウとかもね、その代々で伝わってるんだったら別にあれですけど。確かに、それもありますわ。あとあれですよ、彼女さん的に大好きなオカルト話が絡む時もありますしね。山って土地ですよね。そうですね、土地は怖いところがありますからね。何の言われがあるかわかんない。うん